はい、続きからやっていきます。オイルブリーダー、回復のマテリアって売ってるかな。売ってないよね。ちょっと今そこに恐怖がある。あー待って、ここにいるわ。どうしよう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 。ありがとう。ありがとう。強い。キャリがキャリが。あーやばい。強い。ないのきついなぁ。ポーションもね、そんな、もっと買っとけよかったなぁ。で、ちょっと後悔。え、なに？来るなと言ったじゃねえか。来るなって言っても行くとこないしね。ちょっとタンマ、話しましょう。な、話せばわかるって。お前たちを巻き込みたくなかった。いった。それクラウドのセリフ。危険だ、巻き込むわけにはいかないとかなんとかね。そうそう、それに私たちも思いっきり巻き込まれてやってるんだから。上でバレット見つけて慌ててここまで来たの。バレットちゃんと説明して。お前たち、闘技場の事件は片腕の銃の男の下だと聞いた。あんたか。もう一人いるんだ、片腕に銃を持つ男。4年前のあの日から。エアリスが来てよかった。あの日建設中のマコール。ああ早いって。バレット団に大変な村が襲われた。シーナの兵だ。何？そこからダイブしていったの。いい役だ。なんてこった。おいマネット、まだ終わっちゃいねえ。みんなが待ってる。私の村へ帰るぞ。村を頼んだぞ。もう最悪。しょやすさん、年寄りには優しくしなさい。本当にバレット急ぐな。すごいなこれ。どうやって避けてんの。しかも来なかったら永遠にやるんでしょ。すごいな。どういう、逆に血ない。とろくない。うわ、キャハハ言うとる。ただ鉄砲いくら撃っても当たんないんだよ。ほら、遊んでないで援護しな。危ねえ。ああ、最悪。何話すんじゃねえぞ。いかも早く帰るんだろう。まあ、話すわけねえ。俺たちの村に帰る。みんなが待ってる。エレノアが、マリンが、俺たちの帰り。顔よ、顔。うわ、いった。右腕はもう使い物にならなかった。しばらく悩んだけどよ、俺は右腕を捨てこの字を手に入れた。俺から全てを奪っていたシーナに復讐するための新しい右腕。その
時医者から聞いたのさ、俺と同じ手術を望んだ男がもう一人いるってことをな。ただしそいつは左腕が銃になっている。でもそれならナインもあなたと同じでしょ。そうよね、シンナに騙されたんだもの。きっと一緒にシンナと戦ってくれるわ。わからねえ、わからねえが、俺はナインに謝らなくて気が済まねえ。だからよ、一人で行かせてくれ。好きにすればいいと言いたいところだがダメだな。ここであんたになれるという耳が悪そうだ。我とここで終わりじゃないよ。星を救うんでしょ。え、ティファもう分かっただろ。星を救うなんてかっこつけているが、俺はシンナに復讐したいだけなんだ。自分の気が済むように。おぉ。したいだけなんだよ。なんかすごいラインがなる。いいじゃない、別に。私だって似たようなものだわ。わかりやすいよ、その方が。バレットらしいもん。というわけだ、バレット。さて、バレットと俺と。バレット強制なの。なるほど。これでいきます。でもね、ちょっと待って、先にエアリスを入れて、マテリアを取ります。そうだよね、取らないで。ここカットします。装備とかいろいろ整えるんで、カット。はい。できたんで、行きたいと思います。マレットの武器ね、拾っといてよかった。本当に。かなりね、ほんと初期のをつけてたんで。で、どこに行けばいいとですか。ここかな？新入りか？なら、コーツ様に挨拶しとくだな。誰？見ねえ顔だな。上行きてえのか。行きたい。興味ないねって。お前ここ分かってねえな。ここはゴールドソーサーのゴミ捨て場。てめえらもクズなんだよ。やめて、そんな言い方。シャバへ戻りてえならチョコボレースで優勝するしかねえ。だがな、てめえらみたいな新顔がすぐ出られるほど甘かねえよ。まあ、ボスの許可でも取れたら別だがな。取れるわけはねえか。あ、誰ボスって。ああ、もうやだ。チョコボレースに出ればいいんでしょ。チョコボレース。ここはストーキングマンいない。まあ、敵は出る。一応ね、回復のマテリアがあるんで、ある程度は安心。ありがとう、ケアルが。だよ、後ろよな。何取った？ミスルの腕は、そんなにね、大事じゃないけど、取られるってなると嫌。ゲゲゲゲ、よし。オッケー、ナイス。それなら許可取ってこいよ。ここのボスのさ、ボスは誰だ。あらあら、知らないのはダメだな、こりゃ。肝心なとこ教えて。なんかシュールじゃない、このずっと向こう向いてるよ、みんな。ここは天国だぜ。何言ってんの。そこの奴ら嘘しか言わねえんだ。嘘だけだ。本当のことなんて何一つ言わねえよ。なんとなく話を聞いてみる。ここは地獄っていうね。片腕が銃の男。知らねえで。知ってるのね。知ってんでしょ。ボスに会いて。南西にずっと向かえば会えるんじゃねえか。ってことは、北
と、ずっと歩けってことね。うん、OK、理解ね。砂漠ってどうやって行くんだっけ。砂漠ね、ここは砂漠は超危険だぜ。あ、さっき言ってたこの人ごめんなさい。北東ね、北東、北東いいね、やっぱ真ん中にキャットシーがいるとなんか華やかでいいよね。なんかよし、じゃあ行きましょう。北東、あの人何喋っといた方がいい。もしもし、今日のボスはすげえ機嫌悪いよ。マジックだ。やばいめっちゃ暗い。あ、全然回復しない普通だ。レベル低い16か。全然使ってないもんね。ね、ここ。の、こういうとこついた？単位お前なのか？懐かしい声だな。忘れようにも忘れられない声だ。マジどうしたの？いつか会えると信じていた。これと同じ手術を受け、どっかで生きていると。聞いてくれない？え、やめて、打たないで。声が聞こえるんだ。聞こえるんだよ、エレノアの声が。お願いだからバレットを恨まないでってさ。だからサンタをかけるのやめといた。自分の愚かさは知っている。許してくれとは言わない。でもよ、こんなところで何をしてるんだ。関係ない人間を殺してどうなる。なぜだ。なぜ理由を聞いてどうする。それで殺された人間は納得するのか。親鸞の言い分を聞けばコレル村の人間は了解するのか。理由なんてどうでもいい。与えられるのは銃弾と不条理、残されたのは絶望と無の世界、それだけだ。それでも聞きたいか、なら教えてやろう。俺はな、壊してしまいたいんだよ、この町の人間を。この町のすべてを。無駄打ちするのってか、当たってるよね、この世界のすべてを。あると死んじゃう。この世界にはもう何もない。コレル村、エレノア、マリン。
マリンは生きている。あの後俺は村に戻った。もう逃げられない、そう思った。なんかせめて最後はミーナのそばにいたいと思った。そこであの子、お前の娘マリンを見つけた。マリンはミートガルにいるんだ。一緒に会いに行こうな。そうか、生きているのか。分かってよ、バレット。やはりお前とは戦わなくてはならないな。なんでよ。エレノアが一人で寂しがってる。マリンも連れて行ってやらないとな。正気？それはちょっとね、違うと思う。マリンだって母さんに会いたがってるだろう。やめなよ。ここで死ぬわけにはいかねえんだ。そうか、俺はあの日から命は捨ててるぜ。出てくれ、お前とやりたくない。これ銃弾じゃないの？ 何を撃ってる？クラウド手を出すな。これは俺の問題だ。まあ、これをね、見越してケアルをつけといたんだけど、バレットに。勝てるかな？結構危うい気がするんだよね。もっと強い召喚獣つけとけばよかった。絶対そうだよね。3じゃなくて弱い。7か。敵同士が止まってんの、あれなんかバグってんのみたいになってる。何？ストップでもかかってる？盗む？なんか持ってる？何持ってないって。見破る持ってこればよかったな。魔法使ってみよう。バイオ動いちゃった。ファイを使ったら最悪。あ、強い。全然倒れてくれない。何それ。まだいける、まだいける。よく聞いてくれればな。あ、でもパレットの回復量でそろそろ回復した方がいいね。何？モロッと効果に出る。よしよしよし。めっちゃ撃ってくるじゃん。何？勝ててよかった。マインドブレイク。よかった、勝てて。とりあえず来るな。俺はあの時片腕と一緒にかけがえのないものを失った。どこで食い違っちまったのかな。何、わからねえよ。俺たちこういうやり方でしか決着がつけられなかったのか。言ったはずだ。俺は壊してしまいたかったんだよ。何もかも、この狂った世界も、俺自身も。マリンはどうなるんだ。考えてみろ、バレット。あの時マリンはいくつだった。今更俺が出て行ったところであの子には分かるはずもない。それにナバレット、マリンを抱いてやるには俺の手は少々汚れすぎてまったのさ。なバレット、このペンダントをマリンに。エレノアの女房の形見。分かった。そうか、マリンがもう4つか。
アレット、マリンを泣かせるなよ。ダイン。ダイン、お前と同じなんだ。俺だって、俺の手だって汚れちまってる。ダインの気持ちもわかるし、バレットの気持ちもわかるし、なんとも言えないよね。なんか何か用か。上へ来て。だからよ、ボスの部下を通ってチョコボレースに。ダインは訳があって話ができなくなった。その代わりこれをもらってきたぜ。上へ来て。分かったよ。ラインをやったのか。いや、そうなんだろうな。そんなものを持ってるんだからな。そうか、ラインが死んだか。これでここも少しは落ち着いた土地になるぜ。何しろラインは誰これがまずいいよ。そんな話今しなくて。てめえ何が分かるってんだ。分かった。いや、何も分かってないです。すいません。それじゃあここから出してもらおうか。あんたってなんか勘違いしないか。前に少し言ったと思うが、ここら出る手段はただ一つ。この操作で行われているチョコボレースで優勝するしかねえ。それに一度上に行けるレースはたった一人だ。なんだと？なあ、いくら脅してもダメだ。このルールだけは変えるわけにはいかねえ。ここの規律がめちゃくちゃになってしまう。これは譲れねえ。一人上に送ってやる。あとはそいつがディオと取引するなりなんなりしな。師匠がね、クラウドお前行ってこい。まだ手下で待ってるからよ。さっさとチョコボレースとかいうのに勝ってこっちもなんとかしろ。苦手なんだよチョコボレース。ほんなクラウドさん頑張ってな。頑張るよ。話はまとまったか。じゃああとはマネージャーか。チョコボレースの登録や調達をする役目なんだが。はい、話聞かせてもらっちゃった。S とかすごい服着てるよな。私がマネージャーやるわ。まあ文句はねえが。こいつは S と。見た目は変だろ。確かに。でもチョコボレースのマネージメントで右に出るやつはいねえ。失礼な言い方ね。まあいいわ。よろしくクラウドさん。よしクラウドさんとやら、柱のエレベーターから上に送ってやる。詳しいことは S とから聞きな。できるかな一発で。そんなことがあったの。分かったわ。美容園長には私から話しておくわ。あなたはとりあえずレースに集中して。そうそう、さっきの話の続きだけど、チョコボレーサーにはいろんな人がいるの。犯罪者だけのレースってわけじゃないのよ。名声のために戦い続ける人、お金のために戦う人、レースのにのみ行き場所を感じている人、あなたみたいな人含めてね。あ、そうだ、チョコボの騎乗方法を教えておくわね。ああ、ボタンのところに切り替え、簡単に言うと自分手前に少し、なるほど。けど私が用意するチョコはおとなしい心から結構うまくやれると思うわ。それから自分で命令しているときに、四角ボタンでスピードアップ、バツボタンでスピードダウン。私チョコボが本来持っている能力以上のスピードを出すと、どんどんスタミナが減っていくの。それと方向キーの左右でチョコボを左右に、丸ボタンでムッチを入れて一気にスピード上げられるわ。もちろんスタミナの消費は激しくなるけどね。あと気性の悪いチョコボは自分のペースが分からなくてすぐスタミナを使い切っちゃうの。そういうチョコボはすぐにマニュアル操作してスピード落とすというわ。最後にね、せっかちな人おすすめなんだけど、1、2着のチョコボがゴールした後にスタートボタンを押すと、地図レースを見るのやめることができるわ。なるほどです。頑張ろう。新入りかい。新入りだよ。こんにちは、ジョー。いや、エスト、今日も美しいね。ありがとう。紹介するわ、クラウド。彼はジョー、現役のチョコボレーサーのトップを行く人よ。倒す。以後、お見知りおきよ、クラウド君。しかし、エストが時間についているということは、そう、期待の新人ってところかしら。あんたって下に来て、たった一人でここに来てるんだから。何？なるほどな。一体下で何をした？
いや、ここで過去を聞くのはタブーだったな。面白いよ。君とはまた会えそうな気がする。ではまた会おう、クラウド君。じゃあ私はチョコの手配をしてくるわね。しばらくここで待っててね。はい。いやー、一発でいけるかな。喋ってくんないわ。話すことはね。あんましい気になるんじゃねえぞ。デプシーなんてレースには関係ねえからな。ラムーのマテリアを手に入れた。拾ってよかった。なんかパソコンが時代を感じるね。当選もしてやろう。乗り方も大丈夫だ。オッケー。多分ね。いやー、いけるかな。本当にゲーム的なものがね、苦手なんだよね。待って、遅くない？今何位？今何位なの？ 2 位かな？ 1 位の人どこにいる？いなくない？どういうこと？やばい、1位が見えない。あ、いた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 。ちょっと待って、ちょっと待ちなさい。やばい、スタミナがない。あかんやつや、これ。最後スタミナだってかけるべきだった。あ、みんなやってる。くそ。あえ、ビリー？嘘、マジか。ほんと残念ですよ。もうちょっといいチョコボ用意して。ちょっとあの子、うん、チョコボは悪くないんだけどね。うわぁ、きついな。思ったよりもきついぞ。よし、行くぞ。行くぞ行くぞ。1位のやつマジ無理。でもなんかさっきより良さげじゃない？うん、さっきより良さげ。よしよし。できる限りスタミナを取っておいて、最後でドゥバーってね。ないんで。ちょっと使いすぎだよ、スタミナ。この子。バツ入れた方がいい？あ、いける？このままいける？いけ。あ、まだだった。今のところでもうゴールだと思ってちょっと打っちゃった。やばい。いけ。死んだ。あ、でもいけた。これあれかな？ 2 回目は、そのチョコボ自体の性能かなり良くなってんのかな。だね、一回で行きたかった、本当は。めーと、これで晴れて自由の身よ。あ、そうだ、これ園長から手紙、勝ったら渡すようにって。少年なら自らの力で勝利を手に入れ、この手紙読んでくれ
ていると信じている。ナインのことはエスト君から聞いた。少年が勝つことができたのなら私の権限で君の仲間を自由に約束しよう。それとお詫びと言ってはなんだかプレゼントをした。旅の役に立ててくれたまえ。それでもこれでも多忙な身の上手紙強がらせ失礼でした。ではディオちゃんよりプレゼント。グラードね、すごいのよ。今ね、園長の使える人が来てバギーを置いていったの。これがあれば砂漠も川も楽々よ。じゃあグラード外で待ってるね。手紙に続きがある。 PS、 この間私はセフィロスに会ったぞ。少年たちの年代では彼のファンもいるだろう。サインでももらったらどうだ。彼はここから南の川を越えてゴンガガエリアに向かってようだぞ。セフィロス、じゃあ別れね。そうだ、いつか自分のレースチョコボーを持てるようになったらもうちょこに来るといいわ。また私が登録とかいろんなことしてあげる。また会いましょうね。遊びたい。ゴーストソーサーで遊びたいよ。待って、もうバレット抜きたいけどさ、まだ持ってんじゃん、マテリアをね。あ、ちょっと抜けないよ。まあ嬉しい。ゴンガガエリアにいるって言ってたよね。ゴンガって、ゴンガガってどこだっけ？こう見たときに、これ違うんだよ。そこゴンガガじゃない。こっち？あ、そこじゃない。ここだ、ここだ。ここがゴンガガエリア。もうちょっと行くか。でもちょっと待って、ここでよし行きましょう。とりあえずじゃあゴンガガ、あれゴンガガに行けばいいんじゃないの。あれ、ここは持ってるよね。よし、誰かいる。あ、あ、ルード、あんた誰がいいんだ。何赤くなってるのかなと。ん？誰がいいのかな。ティファ。なるほどと。辛いところだな、あんたも。しかし、リーナもかわいそうにな。あいつ、あんたのこと。え、イリーナってルード好きなの。あ、違うんだ。いや、あいつはツオンさんだ。そりゃ初耳だなと。なんでツオンさんはあの古代種。あいつら何の話してるんだ。ほんとくだらない。先輩たちいつでも誰が好きとか嫌いとかそんな話ばっかなんですよ。そのさは別ですけど。あ、いけない。ちょっといいな、ちょっとやっぱ先輩たち来ました。あなたたち本当に来ましたよ。そうか、出番だなと。ルード、あの娘がいても手を抜くなよと。仕事はちゃんとやるさ。じゃあ先輩たち、あとよろしくお願いします。私はツオンさんに報告に行きます。戦うんだっけ、久しぶりだなと。七番街の借りを返すぞと。七番街、忘れたな。それは寂しいなと。これ以上先に進ませない。うわあ、戦うんだ。大丈夫、メンバーは変えてきてるから。ダム行け。待って、強い、待って、強いよ。焦る焦る、クラウドの HP が、あー選べない。おじいちゃん、強い。おじいちゃん、さすがです。クラウドってやばい、まさかの展開。火がリミット来てるのか。ブラックス光線強いね。
冬日来るか。ゴー。痛い。痛いな。いいね、強い。やめて。坂上で行きましょう。千葉ねえす。あ、逃げる？バイバイ。結構危なかったよね。クラウドがうまくないの時にはちょっとやばいと思ったけど。フェアリーテイル。なんでここにおるのか分かったんやろ。尾行されたか。いや、そんな気配はなかった。ということは、仲間の中にスパイでもいるんじゃないの？スパイがいるなんて考えたくもない。俺はみんなを信じるよ。ゲットシーを信じるよ。敵レター。あ、気持ち悪い。さあ、ゲームだからいいけどさ、リアルでこれいったら、なんか持ってるんだ。飛びたいね。なんか全然のつもやってないから。やばくない？ちょっと待って、ストップの解除方法が分かんない。クモの糸いらな。普通にストップしちゃった。誰か動いて、誰か。おい、マジかよ。シュールじゃない？来た。この糸いらないし倒しちゃおう。芝。落ちないだろ。あ、はい、やれるか。どういうことなの。これで落ちるんじゃないかな。 OK。ストップ厄介やな。あずち。一旦外にちょっと出て。今回はここで終わろうかな。もうちょっと時間がね、結構なんで。次回は、この後だから、キャハに会うところかな。じゃあ今回はここで終わりたいと思います。バイバイ。